はい、それではね、今回は2011年第2回第4問、問1番の回答解説をしていきます。早速ね、問題文読んでいくと。図1は、人の目の断面と、その網膜の部分、の拡大、断面を拡大し、模式に示したものである。表したものである。文章中の空欄か、あと、いに入ることを、図1で、あ細胞を示す記号の正しい組み合わせ、下の1から5の1から1つ選べば回答番号は16。ちょっと読むのが難しかったですね。はい。で、下の文章いきますよ。人の網膜の視細胞には、あ細胞と、い細胞がある。ね。網膜の視細胞としてはね、水体細胞と肝体細胞がある。でもね、これどっちがどっちかなっていうのは、まだちょっと後読まないと決めれません。はい。次いきますね。あ細胞は黄斑に多く明るいところで働き、色の識別ができる。はい、色の識別。はい、水体細胞ですね。水体細胞。ってことは E の方が肝体細胞ですね。はい。こっちは明暗ですね。はい。で、下のやつ多分読んでいたらね、明暗の話が書いてあるはずですね。E細胞は黄斑の、周辺部に多く薄暗いところで明暗を感じることができる。ちゃんと書いてありますね。はい。で、水体細胞は、まあ、どんな形かなってね、水体細胞を選ぶんですか？ R 細胞の方を選ぶんですね。水体細胞を選ぶわけですから、水体細胞ってどんな形かなってね。まあこんな感じじゃないですか。こんな感じ。こんな感じのやつ。こんな感じのやつ。どれかなーってね。A、B、C、どれかなーって。これ C じゃないですか。C。ん？ C。ってことで水体細胞、肝体細胞 C っていうね、回答の組み合わせになっている3番が答えですね。はい。水体細胞はね、なんで水体かなって言ったらね、ここの先っぽのところがですよ。このね、この先っぽのところがね、ここが。ね、水体だからですよ。これ今ね、断面描いてるから、こんな風になってますけどね。ちゃんと描いてあげたら、こんな感じじゃないですか。ね。こんな感じになってるはずでしょ。で、この辺にね、この辺からこう、こうね、ちゅっと伸びてて、んでまた、どうしたらいいんだ？次は、こうか。ああ、ここが点線か。はい、てんと。ね。で、ふっと。難しいなぁ、こういうの。苦手だなぁ。こんな感じじゃないですか。ね、こんな感じ、ね。立体的に書いたらこんな感じ。ね、ここの部分のこのね、円錐になってるから錐体細胞なんですね。はい。ってことでした。はい。それではね、これで、3番、ちゃんと答え確認しましたね。はい。じゃあこれで、2011年第2回第4問、問1番の回答解説を終わりにして、次回はね、2011年第2回第4問、問2番の回答解説をしていくので、次の動画へどうぞ。